名鉄8800系電車は、名古屋鉄道が1984年から2005年まで運用した特急用の電車である。観光特急用の車両として7000系、7500系パノラマカーよりも豪華な車内設備とし、日本では初めて最前部の展望席を高床式とした車両で、一般公募により、パノラマデラックスという愛称が付けられ、 1985年には鉄道ともの会より第28回ブルーリボン賞受賞車両に選出された。その後、需要の変化に伴い内装を一部変更した上で姿勢へ直通する特急に使用されていたが2005年に全車両が廃車された。名鉄の車内では5000系以降の高性能車について SR 車と呼称していることにならい、本校でもそのように表記し、 特に区別する必要がない場合は7000系、7500系をまとめて、パノラマカー、7000系特急専用車については、白帯車、本形式8800系については、パノラマデラックス、1000系については、パノラマスーパーと表記する。また、特定の編成について記す場合は、豊橋方先頭車の車両番号を持って、編成故障とする。 名鉄は1961年以降に特急車両としてパノラマカーを登場させていた。その後、パノラマカーの開発に関わった白井明はその発展型としてパノラマドームカーの構想を策定した。これは編成の前後だけではなく中間部にも床面を上げた2階席ドームを設けることによって先頭部の展望席とは異なる眺望を旅客に提供しようというものであった。 この案は実際に検討され検討用の模型や二階席のモックアップも制作されたが当時の社長だった土川元が時期尚早という判断を下したため実現はしなかった。その後1980年代に入ると登場後20年を経過したパノラマカーの後継となる特急車両の登場が望まれるようになった。この時期になると行楽旅行の形態にも変化があり、 家族や小グループ単位での旅行が多くなっていた。また、名鉄沿線はマイカーの普及率が高く、小グループ単位での旅行に対応するためには、マイカーの良さを鉄道車両に導入することが必須で、あると考えられた。こうした考え方をもとに、マイカーにはないゆとりとくつろぎを乗客が得られるように、マイカーよりもゆったりとした居住空間を備えた。 個室様式の客室とした上、先頭の展望席はハイデッカー構造とすることによって新たな魅力を付加することとした。また、車両相性も一般公募により決定することになった。この構想の下に登場したのが8800系パノラマデラックスである。パノラマデラックスは2両編成で登場し、後に付随車を中間に連結して3両編成として運用されるようになった。 も八8800系パノラマデラックスの編成において、両端の先頭車となる制御電動車。さ8850系パノラマデラックスの編成中間に組み込まれる付随車。すべて奇数番号車。本説では、登場当時の仕様を基本とし、増備途上での変更点とさ8850型については別途死を設けて記述する。更新による変更については、 遠隔で講述する。編成については、編成表を参照。制御電動車は、全長 19,880mm の全構成車体で、側面窓は隅を大きな半径としており、窓の幅は 1,700mm である。レール上面から床面までの高さは、先頭部分の展望室では床を高くした、ハイデッカー構造としたことから 1,800mm。 それ以外の客室では千百ミリメートルである。客用扉は幅八百ミリメートルの二枚折り道を二箇所に廃した。車体色は薄いクリーム色を基調として、スカーレットの帯を窓の上下に配し、車体素部分と屋根型部分はグレーとした。客室の構成は前寄りの扉より前方を展望席、それより後ろの部分には二人用と四人用の区分室を3室。 儲け、後ろ寄りの扉の両側は6人用区分室とした。内装の配色は豪華で落ち着いた感じにまとめることを、狙い、天井と窓枠はパール色、窓の下は濃いクリーム色とし、通路部分は青色の絨毯、客席部分には前面にベージュ色の絨毯を敷いた。客席部分の絨毯は床から 200mm 状の倉庫壁面まで回り込んでいる。 客室の照明は、間接照明を設けたほか、主照明は二人区分室、四人区分室は二棚に収め、六人区分室では、天井中央に設けた。客室ごとの仕様は、以下の通りである。展望席座席は前向きに固定された二人掛け座席を、シートピッチ 950mm で配置した。前方がよく見えるように背もたれの高さを低くしたほか、 腰掛け部分の床面高さを座席一列ごとに 50mm ずつ高くした。最後部の座席設置部分の床面高さはレール面から 1950mm となり、当時の日本の鉄道車両では最高の位置に設置された旅客用座席であった。座席には回転収納式の枕を設けた。座席の表地の色は金茶色とした。 二人区分室前後方向に 1960mm の長さの区分室とし、幅 610mm のリクライニングシートを向かい合わせに配置した。この座席は窓側へ20度、通路側で15度の位置に回転することが可能で、座席の表地は茶色である。また、通路部分との仕切りは完全に仕切ると窮屈に感じられることから、透明ガラスとし、 パノラマデラックスが結ぶ観光地を表現する模様を配した。4人区分室前後方向と仕切りについては2人、区分室と同様で、幅 1110mm の2人掛け、固定ソファー座席を迎え合わせに配置した。モケットは2人区分室と同様茶色である。6人区分室通路を挟んで、幅 1960mm の3人掛け、ソファー座席を設けた。壁面は、 木目模様とし、モケットは二人区分室と同様茶色である。豊橋型戦闘車の後端部には車掌室を設けた。車掌室は扉では仕切られておらず、オーディオサービス用のラジオとテープレコーダーを装備した。寄付型戦闘車の後端部に車内販売の準備を行うためのサービスコーナーを設けており、冷蔵庫とオンクラ庫を設置した。客室内には各車両5箇所に プラズマディスプレイを使用した速度計を設けた。これは速度が上昇するにつれてパノラマデラックスの側面イラストが表示されるもので、速度に応じて棒グラフのように車両イラストが長くなり、レールも後方に流れるように動くように見える。主要機器については廃車になった7000系からの流用で制御装置、制動装置は7000系と同一である。詳細は 名鉄7000系電車、主要機器を、参照電装品、編集主制御機は、東芝の MC-11C 型で、多段電動カム軸式パッケージ型制御装置である。主電動機については、東洋電気製造の、保証巻線付直流直巻製粒子電動機である、TDK-825-1A 型で、出力は 75kW である。 駆動方式も7000系と同様の中空軸平行。カルダン駆動方式で、波数比の78、16イコール4.875という設定も7000系と同様である。制動装置については、7000系と同様に発電ブレーキ併用の HSCD 型電磁直通ブレーキが採用された。台車、編集台車は、も8800型については、 住友金属工業製の S 型民電、式空気バネ台車である FS384 型台車が採用された。他の伝送品を7000系から流用しているのに、対してパノラマデラックスでは、年式の新しい台車を使用するため、廃車になった7000系の FS335 系台車を7700系や、年式の新しい7000系に流用し、 それらの車両が装着していた S 型民電式台車をパノラマデラックスに流用している。運転室、編集運転士が乗務する乗務員室は乗務員の視界を妨げず、また展望室からの前方展望も妨げない上展望室部分は地方鉄道の車両定規に収めるという条件のもとに実物大のモックアップを制作した。モックアップによる検討の結果、 運転室の床面をレール面から7 8 5ト、mm、ルに設定し、運転室の床面から天井までを1 7 8 0ト、mm、ルに設定することにより、運転室内で直立することも可能となった。その他機器、編集空調装置は、1 5 0 0 0ロカロリエイジの冷房能力 8,、8 6 0 0キロカロエイジの暖房能力を有するプーマイナス4000に、ガタを、 各車両に2機ずつ搭載した。戦闘車の空調装置のうち1台は展望必要である。補助電源装置は出力69馬の CLG-326D 型電動発電機を電動空気圧縮機は D-3FR 型を採用した。連結機は戦闘部分が密着自動連結機、編成中間は棒連結機である。 M 式自動解決装置を装備しており、7000系や5500系など他の SR 車とも連結が可能である。1987年製造2両編成2本が製造された。展望室の座席はシートピッチを縮小して前後5列としたほか、最前列と2列目は親子3人が並んで座れるように幅の広い座席とした。また、6人区分室は廃止され、 4人区分室を1室増加させた。2人区分室は開放型座席に変更され、パーテーションを廃止して360度回転の1人、崖座席に変更されたほか、もともと6人区分室があったデッキと車端部の間には完全に仕切られた4人用個室を設けた。1989年製造3両編成下のため2差850型のみ4両を製造し、 すべて奇数番号車。台車については、S 型民電式空気バネ台車である FS098、軽台車を新造した。海側には4人区分室を5室配置し、山側には360度回転の一人掛け、座席9席配置した。また、床面を8センチメートル高くし、ソファーが10客配置された、定員10人のラウンジを設け、ラウンジ内に休着も設けられた。また、 さ8857に限り、試験的に衛星放送受信装置を設けた。豊橋方車端部にはトイレと洗面所が設けられた。パノラマデラックスはまずに編成が導入され、1984年12月15日から営業運行開始となり、初日には犬山遊園駅と内海駅で発車式が行われた。一編成が南地田と犬山を結ぶ特急に、 運用され、もう一編成は、団体やイベント用に使用された。この当時、名鉄における特急の座席指定料金は250円で、あったが、パノラマデラックスについては500円の料金が、設定された。また、パノラマデラックスの車内では、おしぼりのサービスや、車内販売も行われた。犬山橋を通過するパノラマデラックス翌1985年の、正月初詣輸送では、 豊川線にも乗り入れたが、この時にパノラマデラックスが使用された臨時特急は白帯車との連結となったため、同じ列車でありながら車両によって座席指定料金が異なる金額となった。また、初詣団体列車にもパノラマデラックスが使用されたが、豊川線の線路容量が不足していたため、定期列車に使用されていたパノラマデラックスは、 AL 車とは本来連結できないため、この時は定期列車の運転手とパノラマデラックスの運転手が警笛で合図をしながら協調運転を行った。この年、パノラマデラックスは鉄道友の会のブルーリボン賞を受賞した。この車体構造は翌年に登場した伊豆急行、リゾート21をはじめとして、その後に登場した。 全面展望車両にも影響を与えていると言われている。1987年には2編成が増備されたが、この時の増備車では展望席の座席増加など一部の仕様変更が行われている。1989年には中間車が増備され、同年7月15日からは全ての編成が3両編成での営業運行を開始した。3両編成化にあたっては、 戦闘車の座席モケットや絨毯を交換したほか、主電動機の出力更新と、大切ブレーキ装備の追加が行われている。しかし、その後観光特急の利用者数減少に伴い、1992年11月24日のダイヤ改正では、パノラマデラックスの運用が変更されることになった。用途変更にあたって、団体用車両として運用されることになった8807。 編成を除いた3編成について、中間車の内装が通常の2人掛け、回転リークライニングシートに変更されたほか、展望席の定員は1次車に合わせて前後4列に統一された。また、2次車の4人個室も6人区分室に変更された。用途変更後のパノラマデラックスは、西尾線突島線に直通する近郊都市間特急に運用され、 この時にパノラマデラックスの座席指定料金は他の列車と同様の金額に変更された。その後、特急は最高速度を時速 120km にすることとなり、最高速度が時速 110km のパノラマデラックスは淘汰の対象となった。このため、2005年1月29日のダイヤ改正で全車両が運用を外れ、3月までに全車両が廃車となった。 廃車後も8803の前頭部分のみが、毎期検査場に保存展示されている。ハンデー MC、制御電動車、T、付随車根、制御装置、MGSIV、補助電源装置、CP、電動空気圧縮機、PT、終電装置登場当時の編成。1989年7月15日以降の、編成。ありがとうございます。